ロボットアームを作りました。格安サーボ RDS3218 を使い、部品代は1万1000円以下に抑えました。構造部分は 3D プリンターで出力しています。設計中です。フリーCADを使用しています。6軸です。 3D プリントと組み立てが完了しました。基板完成。マイコンはラズベリーパイ、ピコ、W、Wi-Fi でコントロールします。完成しました。動作確認中です。URDF ファイルを作成しました。 URDF ファイルはシミュレーションや機械学習に使用します。URDF ファイルをジェネシスに読み込ませました。ジェネシスは物理シミュレーション、深層強化学習のプラットフォームです。関節を順番に動かす Python プログラムで動かしています。ジェネシスの逆運動学 IK、インバースキネマティクス機能で目標1、円に動かしています。ジェネシスで IK を計算して関節角度を実機に送信しています。実機側はプルプルしていますが、後にサーボ制御プログラムの修正で少し改善できました。ジョイパッドで動かせるようにしました。右画面、ジェネシスの赤い玉をジョイパッドで操作します。赤い玉の位置にハンドの先が来るように IK を計算し、関節角度を実機に送信します。ジョイパッドでクレーンゲームをやってみました。難しいです。同じことを自動でやってみました。リアルセンスとオープン CV で認識しています。上部中央の画面はリアルセンスのカラー画像で、右上の画面はデプス画像を画像処理したものです。 ET の有名なシーンを再現してみました。鎧レブンで人物認識しています。左端を指先としています。リアルセンスで 3D 座標を認識しています。持ち上げられる重量を計測しました。 1.7kg は持ち上げられましたが、1.9kg は持ち上げられませんでした。ジェネシスの IK 機能ではなく Python の PyIK モジュールで動かしました。右の画面は Panda3D を使用しています。パーツリストです。サーボは RDS3218 を使用。ブラケット等も付属していて、格安、現時点約1300円です。制御基板の回路図です。もともとの目的だったルンバを台車にしたアシスタントロボに取り付けました。
最後までご視聴ありがとうございました。